きなりひでチャンネル。どうもこんにちは、いきなりひでチャンネルです。今年最後のひでチャンネルの1週間ということになりました。今週はですね、月水金、月曜水曜金曜3日間の、いきなりひでチャンネルアップということになります。よろしくお願いします。で、今日はですね、とにかく川柳中心で1年間ずっとねお世話になってまいりましたので、まとめというか、今までに寄せていただいている川柳、最近のですけどね、その中から例によってですねピックアップしてご紹介していきたいと思います。まずこれですね。メッシならベッドシーンも許されるメッシならベッドシーンも許される。そうです。ご想像通りで、ベッドで優勝トロフィーを抱いて眠る姿がインスタで話題のメッシ、私も見ましたね。このようなベッドシーンなら流出も許されますよねっていうね、昼の街関連さん、今年もたくさんの川柳をねありがとうございました。いやー、メッシね、私も好きですね。アルゼンチンというとね、マラドーナなんですよね。で、マラドーナが大活躍して、あの神の手ゴールとか、それから5人抜きだとかね、やったあの時の優勝以来のアルゼンチンの優勝ということで、すごいですよね。でもメッシの人気でね、あのアルゼンチンのあのパレードを見ました、ニュースで。もう本当にあの大通り、もう立水の余地なく、あれだけど怪我人がね、あの人数の割には少なかったって言ってましたですけども、ぎっしりいまして、それから優勝パレードに乗った選手のね、車がこう来る、もう屋根の上からもう横っちょからもう後ろも前ももうビシッと人が詰めかけまして、身動きが取れなくなって、結局ヘリコプターが来てですね、選手はヘリコプターに乗り換えて、そのパレードの道をですねまた行ったっていうんですけど、なんつったって分けても人気はねメッシですよね。メッシ、最優秀選手になりましたですけども、まあ僕はあの一番メッシの、いろんなエピソードで好きなのが、彼はあの低身長症というですね非常に珍しい病気で、サッカーはねお父さんサッカーのコーチだったらしくて5歳からやってるということなんですけど、なかなかですねセンスは良くてですね天才的な動きをする、この子は違うぞという感じだったんだけども、なんたって背が高くならないね。13歳であの FC バルセロナに行った時にですね、身長がね143センチだったって言うんです。143センチ。それで、いろんな治療をしててですね、あの月にね900ドルかかるって、メッシのうちは、決して裕福ではありませんでしたからね、この900ドルも大変な金額だったんですけども、 FC バルセロナがもう全部面倒見てくれるっていうんで、でそこからですね26センチ体重が伸びた。だから彼の正式な体重はね、だいたい170センチになってますけども、169、168、そのあたりがですね実像ではないかということですよね。35歳で、でね、もうマラドーナは俺がでしょ、ね、だけどメッシって何かこう東洋的なですね、なんとなく雰囲気というか、こうね忖度するような、それからちょっと謙遜するような、一歩ちょっと引くような、なんかそういうようなね奥ゆかしい点もね持ち合わせておりまして、私は好きですね。だけど登場した時にね、あのタトゥー、あれは驚きました。カーッとね足もねすごいタトゥーやってまして、でちょっと調べたんですよ。でそうしましたらね、なんかいろんな深い意味合いがあるらしいですね。ただ単にね俺はすげえだろうという、ちょっとあの昔の日本のですねヤクザ社会のね入れ墨とは違ってですね、なんかこう宗教的な意味合いとかね、それからバルセロナのほらサグラダファミリー、あそこのなんかいろんなね絵とかありますよね。でそういうものの中からこう自分の感性に合ったものというか、願いを込めたものをこうなんかね、ちょっと入れたというような、そんなくだりもありました。いずれにしてもですね、メッシならベッドシーンも許される。神様がくれたと言ってました。今まで全てのタイトル取ってきたけども、ねえ、ワールドカップのタイトルだけは取れなかったと。
いうことでした。それをね、やっぱり奥ゆかしいメッシにね、神をね、与えたんでしょう。ね。PK 戦のメッシの、ゴールする、ああいう PK の打ち方なんてのもね、なかなか面白かったですね。タイミングちょっとずらしたりね。PK 戦ってあれ心理戦ですね。本当にね、ゴールキーパー一番格好悪いのは、右だと思って右に飛んだら左へパーンとやられたとかね。それから左だと思って行ったら、真ん中へポーンと入れられたとか。だからもう、すごいスピードボールでガーッと来るだろうと思って、カーッてやったら、緩いのがひょーってね、股の間抜かれたとかね。いろいろね、PK には物語があるようですね。さて、躍進も未だ候補の一人です。どうですか、これは。これは日本のサッカーです。森保監督。ね。テレビのインタビューで、ね、4年後のワールドカップも監督を希望しますかって言ったら、もうそういうふうになればぜひやりたいというようなことを言っておりました。ね。だけど、日本サッカー協会もですね、もうすぐに OK やりましょうっていうことにはならないのね。で、いろんなまた候補を挙げて、外国人の名前だとか出ているようですけども、まあ最終的にはね、森保はじめ監督に決まるのではないかと思いますけどもね、確かにベスト8には行かれなかったけども、長友選手が言ってました。4回ワールドカップに出たけど、今回が一番自分としてはね、気分も盛り上がって、一番いい動き、いいサッカーができて、ブラボーだったと言ってますから、森保さんでいいんじゃないですか。ねえ。というわけでございます。それからね、スポーツ関連でね、こんな来てましたね。年俸がお化けのように浮き上がり。千賀投手です。千賀投手。いやー、落差の大きいお化けフォークが武器のソフトバンクの千賀滉大。ね。人も僕は好きです。私も、とにかく終戦直後むさくちゃね、もう、あたり一面みんな貧乏人でしたけども、もうほんとね、まあ、さつまいも食ったりね、もうほんとにね、辛い日々を過ごしましたよ。でもみんな悪ガキ元気でしたけどね。で、千賀投手はほら、育成の出身じゃないですか。育成枠の出身で、ね、ここに書いてある。年俸は育成契約の270万円から21億円に大化けしました。でもキャッチャーも一緒に連れていけばいいのにね。ああ、そうはいかないか。ね。というようなことでございまして、千賀滉大投手、来年はまたメジャーリーグ楽しみですよね。ダルビッシュに続け、みたいなもんですよね。はい。それからもう一つ、世間のね、動きというか、高額なタンス預金がゴミとなりというのをね、40代のペンペングサさんからいただいております。これね、すごくわかるんですよね。高齢者がね、自宅に銀行信用しない人っていっぱいいますからね。もうキャッシュをですね、溜め込んで、ね、それを家の物にも見つからないようにですね、そういうところだけは頭がシャープに働いて、いろんなところに隠してね。で、家の人も気づかずに、これはわかりませんよ。わかりませんけども、この高額なタンス預金がゴミとなりはね、ゴミ処理施設で有料で回収したゴミの中から、だからタンスを有料で300円のね、あれを何枚貼ったか知りませんけども、現金500万円が見つかったと。どういうふうに入れといたんですかね。多分家の人もタンスの引き出しとか、どっかこうなんか入ってないかと思ってね、調べたと思うんですけど、ばあさんの方が1枚も2枚も上で、上の方に貼ってたとかね、違うか。その辺は分かりませんけども、いずれにしてもね、ゴミ処理施設に出された有料のですね、ゴミであるはずのタンスからですね、500万円が見つかったという、警察が持ち主を探しているそうですけども、なかなか分かんないらしいですよ。ということで、これもですね、今年の、はい、一つのね、特徴ではなかったんでしょうか。高齢者、ね、それからいろんなね、詐欺に遭う年寄りも多く、ね、まあ、なんて言うんでしょうかね。うん。お金をね、もう溜め込んで、それをね、最後に使うまでもなく亡くなった方、あるいは自分のね、子供たち頼りにならないから、残したね、資産はね、全部私はですね、ここへ寄付しますとか、なんかね、すごい人がいろいろ現れて、まあ、年寄りの金持ちの話は多かったですね。さあ、来年はどういう年になるかわかりませんけども、まあ、今日はですね、最近いただいた川柳の中からいくつかご紹介をいたしました。
やっぱりまだワールドカップ熱がですね、ずっと引きずられております。はい。来年もですね、はい、川柳お待ちしております。来年のね、1週目はですね、お休みします。2週目からまたいつも通りということにいたします。それに間に合うように、川柳、それからいろんなご意見、ご希望、どしどしこちらの方にお寄せください。いきなりひでチャンネル。はい。今年最後の1週間、月曜日の放送はこれまでです。どうもありがとうございました。